ウォルドーフサラダウォルドーフサラダは、リンゴやナッツ、セロリ、マヨネーズおよびマヨネーズをベースに作られたドレッシングを用いて作られるサラダ。ウォルドーフサラダは、1893年頃に、アメリカ合衆国ニューヨークにあった、ウォルドーフホテルで、史上初めて作られた。通例、ホテルの名物球仕長だったスイス出身のオスカーチル・キーが、 このサラダのレシピを作った人物であると称えられることがあるにもかかわらず、実際に誰がこのサラダを作り出したのかについての話は依然、論争が行われている。チルキーはまた、イングリッシュマフィンを使用した料理、エッグベネディクトなど、ウォルドーフホテルで作られていた他の料理のレシピに関しても、自身が創作したものであると主張した。1896年、ウォルドーフサラダは、 チルキーが表した書籍ザ・クック・ブック・バイ・オスカー・オブ・ザ・ウォレドールド・オフに登場した。サラダはレタスの上に乗せて出されるのが伝統である。また、ドライフルーツが添えられることもあり、これらは通例刻まれたナツメやシの実やレーズン等である。伝統的なウォールド・オフサラダのレシピは以下の通り、ありがとうございます。